J1 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えてゆけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。ソリディーモもやってくる。詳しくはトリニータで検索。J1 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 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えてゆけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。ソリディーモもやってくる。詳しくはトリニータで検索。大丈夫ですか？はい、サポーターの皆さんこんばんは。今日はですね、開幕直前、サポーター感謝オンライントークショーと題しまして、長澤選手、野村選手、ポンプ選手をお招きして、いろんなお話を伺っていきたいと思います。3人の選手、よろしくお願いします。お願いします。はい、もう来週末になりますね。2月27日土曜日に J1 リーグがいよいよ開幕という時期なんですけれども、今年は去年に引き続きまして、新型コロナウイルスの流行、コロナ禍で練習やキャンプ、トレーニングマッチなどが完全非公開となってしまっている中、今回の企画でチームのね、今の雰囲気や各選手の意気込み、そしてチームのフラワーのお話などを聞いていきたいと思います。また今回のオンライントークショーでは、サポーターの皆様から選手への、質問やコメントをチャット欄で受け付けております。同時にスーパーチャットも受け付けております。いただいたスーパーチャットはチームのクラブ活動費に充てさせていただきます。それではですね、私から今一度今日参加していただく選手、ご紹介していきたいと思います。まずは今年ベガルタ仙台より完全移籍で新加入してくれました長澤俊選手です。192センチの長身を生かしたヘディングや的確なポストプレーで前線の基準点となる長身のフォワードです。ストライカーとしての活躍が期待される長澤選手、今日はオンライントークということでゆるーく参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。頑張ります。完璧な紹介ですね。そして続きましては、去年より大分の背番号10番を背負ってくださっております野村直樹選手です。去年徳島ボルティスより加入していただいたんですが、加入した際に徳島からやってきたので、徳島名物のすだちと大分名産のかぼすの違いが分かるようになりたいと語ってくれていたので、そんな点も後ほど伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。そして最後、ポンプ選手です。大分に2シーズンぶりですね、復帰してくれましたゴールキーパーのポンプ・ウィリアム選手です。前回在籍した時は期限付き移籍での在籍となっていたんですが、今回は完全移籍での加入ということで、完全体のポンプ・ウィリアムですと印象深い加入コメントをしてくれましたよね。大分のゴールキーパーは日本一きついと吐露した確信に迫ってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それではですね、いろいろ話を聞いてみたいと思いますが、皆さん今何されてたんですか？僕は今ご飯食べてました。あ、そうなんですね。お二人は？僕もです。僕も自炊してました。あ、すごい。今日何を作ったんですか？野菜を蒸しました。すごい。何で食べるの？ポン酢ですか？あ、もう塩です。うん。塩だけ。へえ、はい。ちなみにどんなお野菜を？ブロッコリー、パプリカ、しいたけだね、確か。はい。それやっぱこう意識高い系ですか？いや、もう作業だと言ってます。はい。お二人もびっくりされてますけどねえ、美味しくはない。お二人はお料理とかされるんですか？野村選手と長澤選手は。いや、僕は全くしないです。ジュン君いなくなったっす。あれ、長澤選手消えちゃいましたね。あ、そうなんですか。さあ、はい。帰ってきますかね。じゃあその間にちょっとお二人にトレーニングマッチとかキャンプとか終えて、まず今の状態お伺いしたいなと思うんですけども、手応えなどを含めて野村選手いかがですか？まあ、今年は、長く在籍した選手たちがいなくなって、また新しいトリニータを作る年だと思うんですけど、はい、まあ僕も副キャプテンをやらせてもらうっていうことになってから、片さんとかヘッドコーチの安さんとか、まあ、若いコーチたちと話すことが多くなって、はい、で、まあ、厳しい雰囲気とか、うん、強い集団になるために、かなり厳しい練習は積み上げられてると思いますし、うん、なんかこう今まですごいいい雰囲気っていうのは、はい、なんか明るいとか仲がいいとかっていう感じだったんですけど、そこからまた一つこうレベルアップした厳しさも求められるような雰囲気になってきていると思います。お互いに切磋琢磨っていう雰囲気がすごくあったんですかね。そうですね、いい、うん、そういった意味ではお互いに厳しくやれてると思います。うん、手応えとしてはどうですか？チームの仕上がり具合は。いいと思います。だいぶ多分新加入の選手も戦術を理解していると思いますし、はい、まあ、既存の選手も含めいろいろコミュニケーションを取りながら、何が正解で何が良くないのかっていうのを、まあ、共有できるようになってきてると思いますし、まあ、試合重ねるごとに良くなってると思います。個人的にはいかがでしょうか？でも個人的にはかなり状態はいい方だと思います。まあ、去年はですね、コロナというちょっと異例の事態が起きて、練習だったりとかいろいろな面でちょっとこう動揺する部分もあったと思うんですが、そういった中の練習の仕方っていうのももう自分なりに習得されて。そうですね、もう離脱は絶対したくないので、うん、まあ、気をつけながら強くなれるように、まあ、やれてると思います。はい、わかりました。あ、わかりました。すみません。はい、大丈夫です。急に消えました。ごめんなさい。じゃあ続いてポープ選手なんですが、2シーズンぶりの大分のキャンプいかがでしたか？いや、本当に楽しく、はい、過ごせましたし、まあ個人的にもすごくいいキャンプにできたとは思います。どういった部分で手応えを感じていらっしゃいますか？まあ、やっぱり練習きついんで、うん、単純にやっぱなんですかね、体の余分な脂肪が削ぎ落とされて、うん、体も軽くなりますし、まあ、すごく、うん、体のやっぱ状態がすごくいいですね、僕は本当に。ゴールキーパーは練習が厳しいということもよくね、聞きますけど、今シーズンも、はい、バッチリでしたか？まあバッチリですね、やっぱ。はい、すごくいいトレーニングできてます。期待してます。はい、さあそして長澤選手なんですけども、今キャンプだったり、開幕前の様子をちょっとお話をお聞きしてたんですけども、はい、長澤選手から見て今回のまあキャンプなどを終えてチームの状態どういうふうに見えてますか？まあ本当片さんがすごく細かくというか緻密にすごく戦術を話したりとか、まあ、ミーティング含めて練習でもそうですけどやっているので、はい、すごく充実したキャンプだったりトレーニングができていると思いますし、まあ、みんなすごくコンディションも良さそうだと思うので、まあ、その中に僕も入っていけるようにというか、いい形でプレーできるようにいい準備していきたいなっていう感じはありますけどね。もうその手応えとしては大分のサッカーにこうだいぶフィットできてきたなっていうものはありますか？そうですね、まあ、守備の部分ですごくいろいろと選手のみんなに聞いたりとか、まあ、監督やコーチにもそうですけど、はい、本当みんながサポートしてくれてるので、まあ、なるべく早くというかすごく、すんなり入っていけるんではないかなっていう手応えは掴んでますけど、まだまだやっぱみんなにまだ迷惑かけちゃってる部分はあるので、はい、そこは助けてもらいながらっていう感じだと思います。はい、でもいよいよ来週ということで、まあ、気持ちも高まっているとは思うんですけれども、今日はサポーターの皆さんに向けてということもありますので、まず大分の印象からちょっと話題を変えて聞いてみようかなと思うんですけれども、ではまずポープ選手、大分の印象久しぶりに帰ってきてどうですか？チーム以外のことも含めて大分県のことでも全部。まあ、やっぱご飯が美味しいなっていう僕はやっぱご飯食べること好きなんで、うん、まあやっぱかぼすぶり楽しみにしてたっていうのもありますし、地鶏とか、はい、やっぱ美味しいなっていう。なるほど。そしてそうですね、本当に戻ってこれてよかったです。はい、久しぶりに変わらないサポーターの皆さんも待っているんですけども、なんかこうもうサポーターの皆さんと会ったりとかはされましたか？はい、いや多いですけどね。そうですね、まだ会えてはないですけど、街で、はいはい、声かけてもらうことはあるんで、まあ、そのくらいでしかないんですけど、はい、はい、まあでも楽しみですね。はい、さあそして野村選手はオフ、はい、大分で過ごされたんですかね？帰りました。はい。そうなんですね。まあ地元とそしてまあ大分と暮らされたと思うんですけれども、暮らしてみて大分の良さっていうのはどんなところを気づかれましたか？まずはあらゆるところに温泉があるっていう。ああ、そうですよね。はい。うん。ぐらいかな。まず。おすすめの温泉とかあるんですか？おすすめの温泉ですか？お気に入りだったり、おすすめだったり。おすすめか。なんか逆に知りたいです。はい、あ、なるほど。じゃあちょっとそうですね。はい、コメント欲しいです、ね。皆さんに、はい、ちょっとおすすめの温泉があったらぜひ教えてください。はい、はい、お待ちしております。さあ、そして中島選手は、まあ、キャンプもあってちょっとまだ大分にいる時間っていうのが少ないかもしれないんですけれども、いかがですか、暮らしてみて。いやー、すごく大分の人というか、はい、人当たりがいいというか、すごく優しくとか親切にしてくださる方が多くて、はい、そこにはすごく何ですかね、すごいいい町に来たなっていうふうには思ってますし、はい、まあ今ポープもう飲むも言ってましたけど、ご飯が美味しかったり、まあ、温泉もすごくあるので、すごいいいところに来れてよかったなっていう感じで今実感してます。まあね、前回のチームが仙台ということで、だいぶ気候とかも違うと思うんですけど、はい、そのあたりはいかがでしょう？やっぱ暖かいですか？いや、だいぶ、まあ、今日ちょっと特別でしたけど、本当にすごく暖かいですし、過ごしやすいので、今のところストレスはないですね。その雪だったり、はいはい、寒さだったりっていうストレスは本当にないので、はい、いい感じで過ごせてます。はい、さあそれではですね、ちょっといくつかいろんな質問を皆さんにしていきたいなと思っているんですけれども、長澤選手、ツイッターのプロフィールの画像が柴犬好きですかってあるんですけど、まあ、犬好きですし、まあ、動物全般に好きなんですけど、はい、犬アレルギーなのでそのワンちゃんも実家で、妻の実家で飼ってたワンちゃんだったりとか、はい、そうなんですよね。だから、まあ、家では飼えないんで、はい、僕がアレルギーなので、はい、そこは唯一の欠点ですね。わかりました。さあ、そしてポープ選手はウェイトベストを着てのトレーニング、ゴールキーパーきついようですが、それの思い入れ、覚悟があって大分来たんですか、ド M ですかっていうのがあるんですけど。ああ、まあ間違いなくド M ですね。キーパーって多分みんなド M だと思うんですよ。これ、結構キーパーで話になったりするんですけど、はい、やっぱ常に受ける側じゃないですか、キーパーって。はい、で地面に打ちつけられるわけじゃないですか。はい、ド M じゃねえとやってらんねえよなっていう話は結構いろんなキーパーの人としたことありますよ。あー、なるほど。それでは野村選手はですね、今年のテーマでこだわっている点、何かありますか？サッカーですか？まあ、そうですね、はい、サッカー以外にこだわってるところあるんですか？ないんですけど、はい、脈です。脈、はい、練習中とかも脈測ってる、はい、それはどういうあれがあるんですか？脈を気にするっていう。なんか今食事に気を使ってて、はい、で180以上の脈拍に行くと糖質を使うっていうのがあるんですけど、で僕糖質の摂る量とかを決めてて、はい、なのでその180を超えた時間がどれぐらいかによって糖を摂る量が変わってくる。すごい、すごいプロだ。いや、最近半年前ぐらいに始めて。すごい。それでどういう効果があるんですか？効果？うん。まあ必要な量だけ糖質を取るって感じです。で糖質って結構こうエネルギー、なんかこう、うん、パワー系のエネルギーを使うときに必要なので。はい、なるほど。はい。じゃあちょっと皆さんも参考にしていただいて。はい。できないですよ。はい、さあ、それではですね、皆さんのお手元にスケッチブックお渡しして、あ、野村選手、じゃなかった、ポープ選手、なくなった、お帰りなさい。スケッチブックあると思います。ありますかね。あ、どうしました？はい。西川選手からコメントが入っておりまして、ポープ選手ド M 説っていうコメントが届いてますけど西川選手から直接コメント欄に届いてるそうですよ。ダメですよ俺のこと。ですね。見てくれてるんですね今。どうせあいつも自分が M なことに気づくんですよこれから先。ですね、まだ気づいてないだけで。はい、失礼いたしました、西川選手からのコメントがねちょっと届いたのでご紹介させてもらいました。では話を戻します、皆さんの手元にスケッチブックをお渡ししていると思いますので、マジックもありますね。はい、はい、これを使って3人の方に私が出す問題の答えを考えてもらって書いてもらいます。精度をどんどん出してもらおうかなというふうに思っています。謎系ですか？謎じゃないですよ。皆さんのそれぞれの性格が出るような。受けとか狙わなくて大丈夫ですよ。ちなみに、先は。じゃあ、まず、ライトな質問からいきましょうか。では、いきます。はい、まず、第1問目、大分トリニータのマスコットといえば。なんでしょう。ニータンですよね。はい。はい、ニータン、亀をモチーフにしたマスコットなんですが、ニータンが背中に背負っているものは何でしょう？絵柄ですね。ミーターの亀の甲羅に描かれているもの、背負っているものは何でしょう？え？ニータンの背中の甲羅に絵があるんですよ、真ん中に。え？その絵は何かってことですね。その絵を答えてください。え？え？え？その絵を描けばいいんですか？あ、絵も描いてもいいですし、絵はこれだっていう言葉を書いてください、自分から。え？わからなかったら想像でもいいです。想像。ニータが大分鳥ニータのマスコットキャラクター。その亀をモチーフにしているんですが、背中の甲羅に描かれているものは何でしょう？ああ。あ、それサポーターの皆さんは結構分かってますね。はい。え、分かってるんですか？何でしょう。ヒント何にしますか？え、ヒントあるんですか？もう書いちゃいました。あ、いいですよ。いや、当たってればヒントなくても大丈夫なんで。長澤選手にはちょっと難しいかもしれないですよね。ただこれはちょっと希望ですね、僕も。あ、希望、いいですね、はい、希望。お二人は書けましたでしょうか？いや、わからん、全然。ニータンを後ろから見ればわかります。ニータンあんまり背中見せてくれないですからね、と。え、今この背中に見えてるのってことですか？そうです、そうです、そうです。え、やばい、当たってるかも。あ、なんか見えそう。じゃあ、行きますよ。じゃあ、せーの、ドンで出してもらいましょうか。ちょっと待ってください、今。あれ、はい。いいですか？違うわ。では行きますよ。せーの、ドン。あ、見えない。ポップ選手が大分県、そして長澤選手が温泉マーク。野村選手なんでしょう。お腹の前に。お腹の前に。何の形？全然見えない。洋服が。大分県の形。あ。野村選手、実はですね、大分県の地図、ここに載っております。大分県を背負って戦ってくれております。むずいな。そうなんだ。そして今、私、ニータン、野村選手ニータン、せっかくなので皆さんにニータンの絵を描いていただきたいと。いや、それきついな。本当にダメですよ、マジで。見えてたので描けるんじゃないかなと思うんですけれど。絵はきついぞ。絵を描いていただきたいな。はい、あ、ちょっと見えてる。え、見えてます？いや、これ俺本当にひどいんだよ、これマジで。絵は得意ですか、皆さん？絵はめちゃくちゃ苦手です。どうやって描いたらいい？どうやって描けばいいんだろう。顔だけでもいいですし。ああ、正面から描けばいいのかな。いや、もう違うな。ちょっとあれですね、真剣ですね、皆さん、絵を描く。野村選手、すごい真剣。マジ全然描けない。ちょっとむずいですね、これ。輪郭が描けないですね、もうすでに。ああ、今ヒントが。今なんかちょっと、ああ、はいはい。やばい。ニータンは好きなんで。はい、あ、嬉しいですね。やばいな。いや、もう輪郭から進まない。あ、野村選手、どうにかしてみたいな。皆さん。もう一回通りましょうか、2段。はい。はい、ああ、なるほど。あ、なんか右ね。こんな感じかな。まあ、いっか。書けました?じゃあ、はい、行きましょうか。皆さんいいですか?やばい。3人一緒に行きます?1人ずつ行きます。3人一緒に行きましょうか。せっかくなんで。はい、そうしましょう。もうちょっとニータになる。ニータ、もう一回、じゃあ最後ですよ。最後に。最後に。いきますよ。もういいよ、書けんもう。はい。ああ、そういうことね。どこが気になるんでしょうね。じゃあ、いきます。せーの、ドン。ちょっと待って、本当にですか？これ、ポーキ選手、それはどこか正解がありますかね？この辺りですか、その口。僕、絵心タイムなんですよ、本当に。時間かけてた割にだよね。いや、もう全然。帽子ですか？これ、帽子なんだろう。帽子かぶってるんですかね。わかんない。これ炎上する。野村選手見えましたけど、すごい時間かけて真剣に書いてたと思うんですけど。T はトリニータですね。筋肉マンじゃないですか、それ。いやでもこう見ると長澤選手が一番近いのかな。どうでしょう。ですよね。ねえ。やっぱりよく絵心あるって言われてるんで、僕。いやうまい。ねえ。恥ずかしいな。じゃあせっかくなのでちょっとその絵にサインも小さく添えていただいてください。プレゼントしちゃうかもしれないのでサポーターの皆さんに。しゅんくんだけ。いやいや皆さんですよ。3人とかの。絶対いらないですよ誰も。作者のサインを書きました。ありがとうございます。皆さんちょっとねいろんな絵を描いていただきたいんですけども、ちょっと次の質問に行きましょうか。きついな。あ、サイン描いたら一回見せてほしいそうですので。難しいな。絵を。あ、いいですね。長澤選手いいですね。ポープ選手 OK です。じゃあこれ皆さんのプレゼントいただきます。野村選手もありがとうございます。筋肉ニータンって書いてくれました。ありがとうございます。これね皆さんのサポーターの皆さんに届くかもしれませんのでお楽しみに。さあでは次いきます。いきますよ。大分の名産である柑橘類といえば何でしょう。ヒント3文字です。いや、これはもうラッキーですよね。これ絵描くんじゃないですよね。あ、答えじゃないです。心あるからずるいですよ。これはもうね、大分といえばいいでしょうか。では答えをせーのドンですよね。ですよね。野村さん。もうこれ毎回映らんねんけど。すごい。じゃあお口でお答えいただいて。カボス。あ、そうです。正解。先ほど野村選手の紹介の時にもありましたけれども、カボスとスダチの違いを分かるようになりたいということですが、はい、いかがでしょう。1年経って分かりますでしょうか。めちゃめちゃ分かります。あ。じゃあぜひお答えください。カボスとスダチの違いをぜひ教えてください。どうぞ。カボスの方が、はい、柑橘っぽいです。でしょうね。スダチ食べてる人ならわかると思うんですけど、スダチの方がちょっと甘い感じなんですよね。なるほど。まあ、一応ですね、一説にはすだちの方が酸味が強いと言われております。まずいですよ。そして大きさがねやっぱり違うようで、すだちは一般的にはピンポン玉サイズ、そしてかぼすがテニスボールサイズということで、かぼすの方が大きいということですので、ぜひ今度比べてみてください。さあでは次の質問に移ります。いきます。大分トリニータのチームで一番怖い人はどなたでしょう？お名前をお書きください。どうぞ。怖い。選手、コーチ、監督、スタッフも皆さん含めます。大分トリニータに関係する方。わかんないな。怖いだけでいきますか？うん、はい、じゃあ怖い方で。ダメかな。出ましたでしょうか。では参ります。せーの、ドン。じゃあちょっと野村選手はどなたをお書きいただいたんでしょうか。なんとかコーチだけ見えましたね。僕と一緒です。あ、吉坂さん。ということですね。じゃあまず僕、吉坂さんを置いといて、利根選手の理由からお聞きしましょうか。どうしてこれは単純に、対戦相手とかでいた時にこいつ怖えなーって顔だけだったんですけど、うわ怖って思ったのが利根だったんですよね。あれですか、印象ですか。あ、そうですそうです。印象。ここに大分に来る前までの印象がそれが強くて、はい。でもまあ入ってみたら案の定めちゃくちゃいいやつだったんで、はい。そこのギャップはすごくありましたけど。なるほど。まあそうですよね。見た目は少しそうかもしれないですね。はい。さあそしてお二人、まあちょっとポープ選手置いといて。まず野村選手も吉坂コーチの名前を挙げられましたけど、その理由は？いやもう今は中身全部知っちゃってるんで、はい、もうシンプルに見た目の問題です。そうですね。あ、なるほど。そして聞きましょうか。ポープ選手、怖い理由を教えてください。はい、まあまだ今年は怒られてないんですけど、はい。まあ一昨年いた時結構キレられてて、うん。まあ本当に、はい、怖いです。どう怒るんですか？切れるってこと？僕が良くないことをして怒られるんで大体。はい。他のチームのゴールキーパーコーチとかと比べてどうですか？練習内容だったり怖さだったり厳しさだったり。ああ、まあでもやっぱり厳しさは持ってやってくれてますね。はい。うん、なんか吉坂さんだからこそっていうメニューがあるんですか？いや全部基本的には全部吉坂オリジナルだと思うんで、その中で一つきつい苦手なトレーニングを挙げるとすればどんなトレーニングでしょう？重りを背負ってやるサーキットトレーニングですかね。はい。それはどういう効果を期待してやってるんですか？なんすかね、まあ、単純にやっぱ5キロ背負って練習してるっていうので、まあ、単純に負荷も上がりますし、まあ筋力的にもやっぱ、まあ、単純にパワーとかスピードの部分ですごく、はい、なるほど。古風な成果、あれいなくなっちゃった。あ、おかえりなさい。ぜひその成果をですねまた見せていただきたいなと思います。楽しみにしてます。さあそれでは次のクエスチョンです。いきます。大分県は別名〇〇県大分と呼ばれますが、〇〇は何でしょう？大分県は〇〇県大分。ヒント、日本一ですね。これも簡単ですかね。うん、いいですか。では行きます。せーの、ドン。お、正解。野村選手は温泉。温泉ですよね。ね、温泉県大分ということで、別府市が、湧出量日本一ですということで、大分県大分という別名で呼ばれております。新体制発表会の時に長澤選手が、自分も家族も温泉が好きだから温泉に行きたいとおっしゃっておりました。温泉には行かれましたか？そうですね、家族風呂、まずその大分に来てびっくりしたのが、その家族風呂があったのはびっくりして、ないんですか？いや、今までいた県にはそういうの存在しなかったというか、大衆なんですか、スーパー銭湯とか大衆浴場みたいな感じの中にそういう家族風呂があるのはすごくびっくりして、まあ今こういう状況ですけど、チームの中でもそこは家族を風呂は OK になってるので、これ2回ぐらい行きましたね。どうでした？すごく、いや、すごく良かったです。あのシステムもすごい良かったですし、温泉大好きなので、あれはすごく利用したいなと思います。さあ、そして先ほどね、野村選手の時におすすめの温泉を教えてほしいということでお話をしたら、たくさん来まして、サポーターの皆さんから。いくつか言うと、まずはスポンサーもしてくれております朝日温泉さん、にね、ありますよね。それと別府の、温泉が結構ありまして、竹河原温泉だったりとか、ひょうたん温泉ご存知ですとか、ラムネ温泉長野とかね、別府の桜湯っていうところも有名で人気で、ここも個室が多いと思います。ぜひぜひ家族で行けるんじゃないかなと思いますし、お猿の湯、それから中津のこれなんていうの、金色温泉っていうんですかね、金色温泉って書くんですけど、もういいそうです。それから別府の湯や恵比寿ね、たくさん皆さんから来てますので、ぜひぜひ選手の皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。では最後のクエスチョンに行きます。あ、これで終わり。はい、これで終わりだそうですので、ここでサポーターの皆さんからの質問にいくつか答えていただきたいなという時間にしたいと思います。まずですね、では好きな4文字熟語を教えてくださいということでいただいてますけども、ではある方挙手ありますよってポップ選手、ありそうですね。僕かあれ、僕本当になくて、今本当に僕に当てられるのだけはやめてほしい。わかります。今まな感じだったんであるのかなと思ってました。本当にないです。僕は。ありますか、長澤選手の。4文字熟語とかではないですね。そんなに。野村さんは。今一致団結しか頭に出てこないです。全然知らなすぎて。わかりました。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。大分に来てうまいなと思った選手がいたら教えてください。では野村選手から。うまい選手。なんか90分通して試合をマネジメントできるんじゃないかなって思ったのは小林優輝君ですね。なるほど。なんかちゃんと流れとかも見てこう、コントロールしてるかなとは思います。長澤選手はいかがでしょうか。そうです。僕は長谷川選手がボランチで受けて両足でさばけるっていうところがすごく魅力的だなと思いますし、まあ、シュートとかキックの精度もすごくあるので、そこはすごく、いい選手だなと思っていますね。ラップオープ選手はいかがでしょうか。僕はそうですね、まあ、ノム君ですね。おシンプルに、はい、その心は、いや、まあ、やっぱ、いや、なんか、俺が言うのもなんか失礼に当たっちゃうかもしれないですけど、いや、本当にうまいです。やっぱ、敵の逆を取る。シンプルなんですけど、本当に相手見ながらサッカーできるところとか、単純に基礎技術、うまいなって見てて思いますね。野村選手、いかがですか？難しいですね。なるほどですね。ありがとうございます。さあ、そして次、長澤選手、小中高校時代の身長を教えてくださいっていうのが来てますね。そう、小学校は160ぐらいですかね。やっぱりでも。で、中学校卒業した時はもう185ぐらいあったので。で、高校でまあちょっと5センチぐらい伸びたぐらいですか。189か90ぐらいはもうあったと思いますけど、どうやったら伸びるんですか？そんなに羨ましいですよね。寝ることじゃないですかね。僕はすごく寝ることは大事だなと思いますけど。なるほど、ありがとうございます。さあ、そして、開幕の時に験担ぎを何かすることはありますかという質問が来ておりますが、ではポープ選手いかがでしょうか？験担ぎ、いやー、僕本当そういうのないんですよ。自然体でいつもと変わらずいくことですね。僕は基本的にそんなにないです。野村選手いかがですか？開幕の時ですか？試合前に。シーズンが、まあどちらでも試合前に必ずすることがあれば。結構でもいつもピッチの状態は確かめていらっしゃいますよね、試合の前必ず。そういうのもやっぱりそうですね、グラウンドの芝生は見に行って、こうなんか今日もよろしくお願いしますみたいな感じの、そのなんかそのピッチの、そうですね、挨拶に行きます、グラウンドに。長澤選手いかがでしょう？僕はお風呂掃除とトイレ掃除ですね。これは絶対毎試合アウェー、ホーム関係なくアウェーでもやるし、泊まってるホテルでもやるし、家でもやります。泊まってるホテルで掃除グッズを持っていくんですか？いや、もうこう水でというかシャワーで流しながら。ちょっとまあ汚れてるところだ手でやったりとか、まあ、トイレはちょっと難しいですけど、その便座とか拭いたりとかっていうのは毎回やってますね。すごーい、さすがですね。なんかさあ、他にもありますか？これはではここでですね、3人の選手に1人ずつタレコミ情報を実はもらっております。そうなんですよ。なのでちょっとお一人ずつご紹介していきます。まずは長澤選手、キャンプで同じお部屋だったんですかね、長谷川選手にお伺いしております。一つ、ずっと韓国ドラマを見ていたって言われますけど変わってるんですか？そうですね、まずイテウォンクラスですか？まあ、バスのキャンプ行くときに見て、3日ぐらいで見終わって不時着に行って。定番でのところをこうどんどん行くんですね。そうですね。まあなんかランキングがあったちょっと上位ぐらいから見てたんですけど、まあキャンプ中はもうずっとそれ見てましたね。それはたまたま今ハマってるからってことですか？それとも韓国ドラマがお好きなんですか？いや、ドラマとか結構海外のドラマ僕すごい好きというか、こう見たりするんですけど、はい、全部その何ですか、妻が見てて。ああ、なるほど。そうですね。でその影響というか教えてもらって、はい、でも韓国ドラマやっぱめちゃくちゃハマるっていうのは、はい、いろんな人から聞いてたんでそこだけはちょっと手つけないようにしてたんですけど、はい、行っちゃいました。行っちゃいましたね。ちなみに今一番おすすめの韓国ドラマは何ですか？いや、その2つしか見てないからなんとも言えないですけど、どっちが面白かったですか？僕的にはイテウォンクラスの方が好きでしたね。なるほど。ずっと見てたっていう話がね入ってます、はい、それともう一つ、奥様に内緒なのかチョコパイをずっと食べてたっていう話が入ってますけどいいんですかねこれは。いや、チョコパイは家にも常に常備してあるので、はい、あ、そうなんですね。じゃあ別に内緒じゃないんですね。はい、内緒ではないですね。ちょっと食べ過ぎてるとあれ食べ過ぎじゃないっていうことはたまに言われますけど、はい、キャンプの時はやっぱそのストップがなかったんで、じゃあ持参して。そうですね。いや、もうコンビニ行ったりとかして。なるほどですね。恥ずかしいですね、なんか。長谷川選手が教えてくれましたよ。それではですね、続きまして野村選手、はい、井上選手にお伺いしました。すごく意識が高かったんだよっていう話をしてくれまして、おやつの代わりにナッツをずっと食べてたっていう話もありますけども、やっぱ先ほどの糖質の関係もつながってくるんですか？あ、めちゃめちゃつながってます。なるほど。それで一つ苦情がありまして、はいスルメイカを食べていらっしゃいました？はい、食べます。それで部屋に匂いが充満していたということで。それはきついっす。僕なんか感触がナッツかスルメばっかりなんですよ、食べれるものが。で結構遠征の時とかもスルメめっちゃバスの中で食べるんで。この前高沢とかミサに、はい、臭いって苦情が入りました。ですね。はい、でもなんかすごい噛むから良さそうですけどね。皆さんにも勧めたらいいんじゃないですか。そうですね。もうね、分けますみんなで。それとずっと練習のプレー動画を見て、井上選手にもアドバイスをくれたんですよっていう話も聞きました。やっぱりこう気合は入ってましたか？いや、気合は別に入ってないです。ただちゃんと見て反省するって感じです。はい、なるほど。はい、分かりました。さあ、そしてポープ選手なんですが、上恵比寿選手から入っております。基本的には一つなんですけど、ずっと何かを飲んでました？お部屋で。はい。それがコーヒーなのか、お湯なのか分からなくて最終的に聞けなかったっていう話をもらってますけど。そんな、いや、距離感遠くなかったはずなんですけど。ずっとたんですか？茶湯飲んでましたね。へえ。やっぱりそうなんですね。茶湯にちょっとコーヒーを飲んでるの。なるほど。コーヒーを飲んでるのかと思って。こう部屋を見回してみてもコーヒーのカスがないので何を飲んでるんだろうってずっと疑問に思ってたらしいんですけど、結局さっきも聞けなかったらしいですよね。ただのなぜ白湯をずっと飲んでるんですか？いや、なんか何かきっかけに白湯飲んで、なんかこうすごいほっとしたっていうか、あったまったんで、ここからなんかちょっと、まあ、コーヒーだったのを白湯に変えてみたっていう感じです。なるほど。なんかこう体のために胃腸を温めるとか、そういう別にそういうのはないんですかね。あ、でもまあそういう目的ではあるんですよ。なるほどですね。はい、じゃあぜひご本人に話してあげてください。はい。よろしくお願いします。さあ、そして、ちょっとまだね、質問来てるので。聞いてみたいと思いますが、案件さんにスカチャ2000円いただきましたので、皆さんぜひお礼をありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。頭部に入るわけじゃない。違うんですか。ですね、試合前はどんな歌を聴いてリラックスしていますか。聴く曲がありますか。では、長澤選手いかがでしょうか。僕は比較的ゆったり系の曲を聴くことが多いですね。まあでもあんまりこれ聴くとかってあんまない、その時の気分で。あとはもうみんな結構アップ中とかも体をほぐしてる時は聴くんですけど、僕はもう一切聴かないんで、そこまで音楽にこだわりはないかなって感じですね。野村選手いかがでしょう。僕もバス乗るときからは聞かないようにしましたね。去年から。それはなぜですか？去年から。はい。なんかきっかけがあったんですか？去年からっていう。なんか電磁波が良くないらしくて。すごいいろいろ研究されてる。それでバスが落ちるっていう話を聞いたんで。はい。スタジアム入るときから携帯の電源とかも全部切ってます。すげえ。はい。勉強になりましたね。はい。さあ、ポップ選手どうですか？僕はもうエミネムとかもゴリゴリのやつ聞いちゃいます。全然タイプが違うんですね。僕はもう、はい、完全にそっち系の音楽を大量流して。自然とこう上げていくようにはしてます。なるほどですね。それぞれなんですね。皆さん面白い。そして、ゆるかずきさんが1000円くれました。今帰宅したそうです。ゆるかさんお帰りなさい。お帰りなさい。お疲れ様です。ご苦労様です。お疲れ様です。トリニータのね、歌も歌ってくださってます。中村慎吾さんもスパチャしてくれました。慎吾さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、何かお知らせありますか？スタッフさん。今日ですかね、ブラジル選手の加入もチームから発表されましたけれども、その外国人選手が在籍するのも久しぶりなんですけれど、そういった大分トリニータに今外国人選手が入ることについて、今の選手たちはどう思ってるのかなっていうのも何個かあったので、ちょっとお答えいただこうかなと思いますが、野村選手いかがですか？僕はブラジル人のノリみたいなのがすごい好きで、はい、通訳なしで、僕喋れないんですけど、ブラジル人と一緒にご飯行ったりとかもしたことあって、ぐらい結構ブラジル好きなので、はい、個人的には楽しみにしてます。プレーがっていうよりも、なんかブラジル人のふざけた感じとかがすごい好きなので、性格的な部分ですね。あ、そうです。明るい感じがすごい。あ、なるほどですね。長澤さんどうですか？僕もそうですね、外国籍の選手とは結構前のチームでもそうですけど仲良くしてたので、すごく楽しみですね、そういうことに関しては。まあ、プレーとかそういうのもまだちょっと全然わからないですけど、そういう部分では非常に楽しみにしてます。一緒に組むことも結構あると思うんですけど、フォワードなんで、そういった部分でのコミュニケーションってどういうふうにやっていくんですか、外国人選手。まあ僕は比較的何ですかね、やりやすいようにやらせてあげたいなっていうふうに思うので、僕を生かしてくれっていうよりかは、自分がやりやすいようにやれるようにっていう方に考えるので、まあその後生かしてもらえばいいかなっていうふうに思ったりとかもするんで、そういう考えが僕の中では強いですかね、外国籍の選手、まあ周りの選手たちも日本人の選手もそうですけど、僕は意識してます。ポップさんどうですか？僕も割となんですかね、名前的に、はい、なんだろう、いやお前もそっち側でしょみたいなテンションで来られること結構ある。なんだろう、お前も外国人選手でしょぐらいの。そうですね、来られること結構多いんで今までも。割と僕もそうですね、仲良くなるというか。そうですね。さすがに通訳なしでご飯行く。っていうのはできなかった。でもそうですね、割と僕も楽しみですね。なるほどですね。さあ、そして皆さんから見た片野坂監督はどんな人ですかというコメントも来てますが、じゃあホープさんどうですか？本当になんですかね、サッカーに熱くて、それでいてすごく冷静で、まあ知的で、すごい本当になんですかね、大分離れて、はい、やっぱ片さんのサッカー面白かったなっていうのはすごく思ったんで、またこうやって一緒に片さんのもとでできるのは本当に、はい、嬉しいし楽しみです。はい、なるほどですね。野村選手はいかがですか？片さんはあんまりこう個人の選手を呼んでめちゃくちゃ喋るとかっていうタイプじゃない気がして、去年とかそうだったんで、ただ去年対談するってなってしまった選手の挨拶があったんですけど、その時に一人一人の頑張ってきたこととかをちゃんとみんなの前で言って、でなんかそういう選手の思いとかっていうのもちゃんとみんなに伝えたりとかしてたので、それを初めて聞いたときにシーズンの一番最後だったんですけど、はい、この人すごいいい人だなってなんか思って、だからみんなこうついてくるんだなって思いました。なるほど、ちゃんと見ているんですね。めちゃくちゃ見てると思います。あと勝った時と負けた時のなんかこう負けず嫌い感っていうか、勝った時は試合後ロッカーめちゃくちゃなんか子供みたいに喜ぶんですけど、負けた時はこうめちゃ怖いですね。ああ、そうなんですね。さあ、長澤選手はいかがですか？片さん、僕が知ってる片さんっていうのはやっぱガンバでの時のコーチの片さんだったんですけど、ここの大分に来て監督をやってらっしゃるっていう感じですけど、すごくなんていうんですかね、サッカーが大好きな人なんだなって思いますね。いろいろとミーティングとかもそうですし、試合中のなんていうんですか、すごいなんていうんですかね、こうジェスチャーというかボディーラングがすごいところとかも本当に勝ちたいんだなっていうのを、対戦相手の時もそうですし、チームになってからも多分そうだと思いますけど、なんかそこはすごく僕の中では好印象ですし、なんか勝って一緒に喜びたいなっていうか、片さんのために戦いたいなっていう気持ちもすごく強くなってきてます。本当熱い方ですよね。はい、さあ、皆さんからのね質問もまだまだ来ますし、お伺いしたいこともたくさんあるんですが、皆さんにですね、今度色紙をお渡ししておりまして、それに事前に今年の目標をだったりメッセージだったりとサインを書いていただいていると思いますが、ご準備はよろしいでしょうか？はい、では、そちらを見せていただきたいと思います。どうぞお願いします。はい、そうですね。見えました。野村選手、15点以上に絡み、怪我なくシーズンを戦い切ると。いうことですが、改めて下にも書いてますね。大分のために全力で走ります。ドームに来てくださいということで、ありがとうございます。その目標のその心はまず教えてください。15点以上取ってっていうことですね。まずは攻撃の選手なので、はい。これを達成できれば、チームとしても順位が上がると思いますし。9位以上でしたっけ、そうですね、っていう目標があるので、そこは最低限絶対クリアできるように、っていうのと、あとは去年怪我で離脱してしまったので、そこでチームに迷惑かけないようにっていうのでこの目標をしました。はい、ありがとうございます。さあ、そしてポープ選手ですが、継続は力なりという言葉が書いてくれました。理由を聞かせてください。いや、本当になんですかね、僕の人生の一番大事にしてる部分っていうか、本当にどういう時もブレずに継続して、コツコツとやり続けるっていう、その先になんですかね、大きなものがあると思ってるんで、まあ、それはまあ個人でもチームでも一緒ですけど、やっぱ毎日毎日小さいことを積み重ねて、はい、大きな目標に向かっていければなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、そして長澤選手もね、分かりやすくゴールと書いてくれました。教えてください。はい、いやもう本当にチームメイトもそうですし、応援してくれてるサポーターやファンの方にもそうですけど、まず一番チームの一員として認めてもらえることはゴールだと思うので、まあ、そこをまずがむしゃらに狙っていきたいなっていうのと、まあ、どんな時でも応援してもらいたいなっていう気持ちがすごく強いので、まあ、応援をお願いしますというコメントというかメッセージを送りました。はい、ありがとうございます。さあ、3人の方に書いていただいた色紙なんですが、2月27日のホーム開幕戦のスピードくじの商品とする予定となっております。2月27日ホーム開幕戦のスピードくじの商品となる予定ですので、皆さんぜひ会場でチェックしていただきたいと思います。それでは最後にお一人ずつサポーターの皆さんに一言ずつコメントをいただきたいなと思います。ではポープ選手お願いします。まあ、もうすぐ開幕迎えますけど、まあ、本当にチームとしても、個人としても本当になんですかね、充実したすごいいいシーズンになると思います。本当にまあ最初の方は多分観客の制限もあると思うんですけど、まあ、本当に一人でも多くの方にドームに来ていただいて、まあ、新しい大分のサッカーを楽しんでいただけるように選手精一杯頑張るので、今年も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では長澤選手お願いします。はい、本当に帰ってきたばっかりで、まだ僕のこともわからないサポーターの方もいると思いますけど、なるべく早く大分の力になるために、本当にがむしゃらに全力でチームのために戦うので、まず開幕戦から応援していただければ嬉しいなと思ってます。本当に頑張るので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そして野村選手お願いします。はい、今年は今まで以上にというか、まあ、去年僕が感じていたそのチームの総合力というか、出る選手も出れない選手も、まあ、大分はすごいどんな選手にもチャンスが来るチームで、誰がいつ出てもおかしくない準備は今できてると思うし、なのでみんなで大分のために大分を応援してくれる人のために、加藤さんもいつも言ってるんですけど、大分の応援してくれる人に活力を与えるとか夢を与えるとか、まあ、そういったことをピッチ上で表現できるようにチーム一つになって戦いますので、はい、続き熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。まあね、冒頭にも言いましたけれども、まだね新型コロナウイルスの影響っていうのは残ってまして、シーズンもお客さんの制限であったりとか、見に来れる方来れない方たくさんいると思うんですけれども、ぜひですね、皆さんのプレーで活躍で、見ている方にぜひパワーを元気を勇気を与えていただきたいなと思います。3人の選手今年も活躍を期待しております。ありがとうございました。今日のトークショーを通じまして、ファンサポーターとチーム選手との絆を深めていただけたと思います。本年のスローガンは一致団結です。今年もスタジアムに来てサポーターの皆さん一緒に戦いましょう。見ていただいた皆様、そして出演していただいた3人の選手、皆さん本当にありがとうございました。それでは2月27日、もう来週になります。2月27日の土曜日午後2時に開幕戦キックオフとなります。昭和電工ドームで皆さん元気にお会いしたいと思います。生配信はここまでということになりますので、また皆さんね、今シーズンも一緒に戦っていきましょう。今日は皆さんありがとうございました。さようなら。さようなら。J1 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えていけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。トリニータもやってくる。詳しくはトリニータで検索。J1 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えてゆけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。ソリディーノもやってくる。詳しくはトリニータで検索。J1 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えてゆけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。ソリディーノもやってくる。詳しくはトリニータで検索。 J1 史上最多20クラブ参戦の熾烈な戦い、一致団結で超えてゆけ。大分トリニータホーム開幕戦、2月27日土曜午後2時キックオフ。ソリディーノもやってくる。詳しくはトリニータで検索。